あの13の植民地がそれぞれ国家として独立したんですねそれが一つのアメリカになるのは、まあ、ある意味では1787年アメリカ憲法の制定によって13の植民地が一つのアメリカ合衆国になるその合意をした時期が本当は第2の建国というべきでしょう。 えー、しかし第三の建国がある。皆様こんにちは。こんにちは。ちはえー、本日は中西哲正先生にアメリカの理念と本質というテーマでお話をいただきたいと思っております。中西先生どうぞよろしくお願いいたします。中西でございます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。まあちょうど中西先生。 アメリカというと日本にとってもちろん言うまでもなくとっても大事な国だとは思いますけれどもしかし案外日本人がそのアメリカのことをよく知っていないのではないかというような部分もございまして中西先生は以前ですねこちらのアメリカ外交の魂帝国の理念と本能というご本をお書きになっておられましてこちらが2005年のご本でございますけれどもその後 おー文芸春秋さんの文春学芸ライブラリーですねあのこちらにもなりまして再刊もされているということでまあこの本に限らず本当にこれまでアメリカについてですねいろいろな形でのご分析なりご提言というのをされてこられてえいらっしゃいますその見地から果てアメリカをどのように見ていくかということで今日はぜひお話を伺えればと思っておりますけれどもまず中西先生にお聞きしたいのがそのアメリカの原点といいますか そもそもアメリカとはどういうものなのかということなんですけれども。それじゃあ、あの、今の問題提起に沿って、えー、お話をさせていただきますが、えー、日本の近代を語るときに、アメリカという存在を抜きにしては、これは本質が全く見えてこない。そういう側面があるぐらい、まあ、大きな、大きな大きな存在としてのアメリカ。 これをもっと日本人は肌身で理解するような形でアメリカ感というのをしっかりと持つべきだろうと常に言われるんですけれども今日に至るまで非常に悲壮的なアメリカ感で終始してしまっている。そこにはしかし大きな理由が私はあのやっぱりあったんだと思います。その一つはやはりキリスト教という問題ですね。 アメリカを理解するときに宗教を抜いて理解することができないものですから、日本人にとっては宗教ということは、まあ、テーマ、話題として非常に苦手といいますか、宗教に関するう、まあ、議論をずっとしてこない、してこなかったような、まあ、土壌がありますね、えー、歴史的にも、まあ。そういうことで、えー、まあ、他の国、例えば中国、韓国、 あるいは東南アジア、ロシア、インド。まあいろんな国を学ぶときにいろんなまあ宗教はやっぱり問題になるんですけど、アメリカを語るときにこのキリスト教の問題ほど重大な問題はない、えー。それからもう一つはやはりアメリカというのは西洋文明の行き着いた先というような意味があるんですね。うう古代のギリシャ、えー、ローマに始まって、 それが中世のヨーロッパ。そしてそれが、えー、この大西洋を渡ってきて、えー、近現代のアメリカを、社会を、国家を築いた。ここがやっぱりこの西洋史の大きな流れですね。えー、宗教改革があり、ルネッサンスがあり、えー、あるいは産業革命があり、あるいはこの民主主義の啓蒙思想。 こういういものは全部西洋史の文脈をずっと通過してそしてアメリカというまあその西洋史の行き着いた最先端といいますかね、えー、その存在としてのアメリカ、まあ、これはあの日本人にとってなかなか大変なことになって、えー、古代ローマ以来の歴史そして近代ヨーロッパの 様々な、その、えー、世界史的な大展開。それをの理解しないとアメリカが分からない。そうなると、これは大変だぞ、というようなことになってしまって、えー、ついついアメリカの景気がどうだ、アメリカ経済、アメリカの株価、アメリカの、まあ、えー、中東政策がどうか、アメリカの 中国に対する貿易戦争がどうなるか。まあ、目の前の日々のニュースでもう、えー、とうとうと流れてくるニュースの前に、もうその圧倒されてしまってですね、とてもじゃないがアメリカの本,本質、アメリカという国のこの理念的な 深みのある理解というのが、あの、なかなか、えー、あるいはその、全く手が届かないような状態で、ずっとこの日本人のアメリカ感が推移してきてる。まあ、ここがやっぱり最大の今、あの、問題として、今我々の前に立ちはだかってきた。えー、21世紀は、やはり20世紀がゆ えそうであったように、アメリカの世紀として21世紀も続いていくのか、またまたアメリカ、そのアメリカはやはり世界史の最先端から退場していくような衰退を迎えているのか、これは日本という国の運命にとって大問題でありますので、こういう点からも、やっぱりここでやっぱり実感 ゆっくりと腰を据えたアメリカ間のこのまあ情勢、そ,それを育成していくことが、日本にとって実は大変急務になっているんじゃないかというふうに思っております。で、その上で今お尋ねのテーマですけれども、アメリカの原点、イリスト教の問題、特にえアメリカは、 あのやはり三つの建国という時期を、まあ、そのれ短い歴史の中にも持っているわけですね。でえー、第一の建国はヨーロッパの地としてイギリスのこのクリスチャン、キリスト教徒、えー、その中でもプロテスタントのさらにその中の特殊な、非常に特殊な キリスト教徒であったピューリタ、聖教徒と呼ばれた人たちが、あの、本国の迫害を逃れてアメリカに移住していった。で、そこではもう,もう二度と祖国には戻らない。我々はあアメリカに新しい国を作るんだ、えー。非常にはっきりとした、この建国の意識を持ってアメリカに渡った。 これが、まあ、ピルグリムファーザーズ。1620年に、えー、今日のマサチューセッツ州の海岸プリマスに上陸したこの一,一軍の移住者たち。移住という言葉は実はあのー、間違いだと思います。移住というのはあるところから別の国へ移って住むことでありますが、えー、今申し上げたピューリタンの人たちはこれは明らかに えー、植民者、プランター、つまり新しい社会、そして新しい国をアメリカ大陸に作るんだという極めて明瞭な意識的な目的、志を持って、えー、アメリカの地を生んだわけですね。つまり、えー、第一の建国がこのピューリタンの、えー、植民者たちの アメリカ上陸、建国のこの礎を築いた、えー、そういう出来事です。17世紀の初頭ですね。それから2つ目の建国は、これは後で話題になる,なると思いますので簡単に触れますが、これはあのイギリスの植民地であり続けた形式上はですね。そのアメリカ植民地が最終的に独立すると。イギリスとの えー、独立戦争に勝利をして、えー、アメリカが晴れて独立国家となって国際社会から認められる。えー、こういう建国。これがアメリカ独立戦争。えー、1783年ですから、えー、形式上はイギリス国王の植民地としての1560年間は、実はアメリカは まあ、植民地時代と呼ばれるわけですね。で、1776年、アメリカの独立宣言、えー、があって、これで第二の建国。これで国際法上も全く、不、えー、正式の国家としてアメリカが成立する。まあ、本当に言えば、あの、13の植民地がそれぞれ国家として独立したんですね。えー、それが一つのアメリカになるのは、まあ、 ある意味では1787年、アメリカ憲法の制定によって、13の植民地が一つのアメリカ合衆国になる。その合意をした時期が本当は第2の建国と言うべきでしょう。しかし第3の建国がある。これは簡単に触れますが、それからやはり100年近く経った 1860年代の南北戦争。この南北戦争は後で触れますが、やはりアメリカ合衆国から離脱する。もう独立して別の国になるんだと言って、南部の諸州が、えー、この軍事行動に出たわけですね。ワシントンの政府を潰すんだと。戦いが始まった。しかし、リンカーン大統領が率いる北部、いわゆる アメリカ合衆国のユニオンですね。連邦が、えー、このアメリカから離脱することは許さない。と言って南部の諸州に攻め込んで、彼らを軍事的に、えーまあえー、敗北せしめて、えー、そして南部を占領し、北部に再統合した。えー、これによって、各州からなるですね、 連合としてのアメリカという国が、そうではなく、一つの主権国家、一つの政府になるということで、各州はその下に属する地方自治体としての存在、まあ、いわばですね、地方自治体という存在に貶められるといいますか、えー、その地位を失、独立国としての地位を完全に失ったのが、 この南北戦争であります。そういう意味でアメリカが、えー、この法律的にも、軍事的にも、政治的にも、社会的にも、あらゆる意味で一つの国になったのが、えー、南北戦争の終わりですね。えー、1865年、えー。このアメリカが今日我々が見るアメリカということになろうかと思います。